まもなく東京上野動物園にやってくる2頭のジャイアントパンダ。中国四川省では出発に向けた最後の準備が行われています。上野動物園に行くパンダのメスのシュエンリュ、デザートのリンゴを食べています。中国四川省の施設では上野動物園に来る予定のオスとメスのパンダの健康状態の最終チェックが行われています。很健康、食欲很好。你看现在还在那个地方坐着吃嘛。二頭とも活発に動き回り、笹やリンゴをたくさん食べ、リラックスした様子です。二頭のパンダは20日に施設を出発、21日朝に成都の空港を立ち、上海を経由して深夜に上野動物園に到着する予定です。